推進式、推進式、推進式、または、プッシャー式、プッシャーコンフィグレーションとは、航空機において、プロペラやダクテッドファンが、機体後部に設置されている形式。プロペラの回転によって生ずる空気の流れは、機体を押し出す型になる。これに対して、牽引式、トラクター式、トラクターコンフィグレーションでは、プロペラが、機体全部に設置されるため、機体を引きる型になる。 世界初の有人動力飛行を達成したライトフライヤー号や有人バートン e d によって初めて艦上からの離陸に成功したカーチスモデルデイなど初期の航空機の多くは推進式であった。後述するように推進式のメリットとデメリットの多くは表裏一体であり、デメリットの解消がメリットの減少につながっている。また、 機銃の搭載位置というアドバンテージもほどなくして、新技術で決されており、サイズと用途によっては不利となることもある。プロペラ機は、航空機の歴史を通して、推進式が主流だったのは、ライトフライヤー号の飛行から数年であり、そもそも航空機においては、潜水艦や船舶において、プロペラ、スクリューを後部に配置することに比べ効果は、少ないという意見もある。単発の飛行艇。 モーターグライダー、エンテ型、線尾翼機は、推進式が多い。特に単発の飛行艇はプロペラを、水面から離すため、スーパーマリンボーラスのようにエンジンごと機体上部に、配置る、設計の機体が主流であり、小型機ではさらに推進式とした機体が、複数存在する、リパブリック RC-3CB、シアイマルケッィカイ N333、C I N、など、推進式では、 原因式に比べ胴体が短くて済み、尾翼は胴体下部から伸びたブームか枠だけのビブに取り付けることで機体重量を減らすことができる。特に園庭型ではビブ自体が不要となり胴体は操縦席とエンジンルームだけとなり、機種に搭載するものがなければジャイロフルーク SC01 のように操縦席を機種先端付近まで送りさらに胴体を縮みする設計も可能である。 機種にエンジンがないため形状を空力的に最適化することができる。単発機でも操縦席前方にプロペラがないため視界が良好となるため、エジレイオプティカヤなど観測機に採用されている。尾翼にスリップストリーム、プロペラ交流が当たる設計の場合、直接当たるので昇降だと方向だの機器が良くなり、エンジンを後部に搭載し尾翼までの距離が短いことは、 重心が後ろに移動するめ、昇降打の操作量が少なくなり、反応が機敏になるなど、運動性能を重視する戦闘機には向いた特性となる。胴体が短いためは少なくなるが、離陸滑走中の往復には敏感ではないというメリットもある。単発の牽引式では常に主翼や垂直尾翼にプロウォッシュ、螺旋状の気流が当たり効率が落ちることに加え、 垂直尾翼が気流で押されて機種が左に向く現象が発生し低速時に出力を上げるとピット用の制御に強く影響するため離陸時にはバランスを取るための当て出操作が必要となり垂直尾翼をローリング軸からわずかに傾けて取り付けるエンジンのプロペラ軸をわずかに右に傾けるなどの調整が行われるが完全には消えないルータンロングイージーや XB-42 のようにフロペラが機体後端にある設計の場合、胴体周りに流れるプロウォッシュの影響はなく、ほぼ全てが推進力となり、効率が上がる。機体にスリップストリームが当たらない場合は、振動が少なくなるため、機内の騒音が軽減される。旅客機では大きなメリットであるため、ピアジョ P180 アバンティワは、 tg b 欲を高くすることで尾翼にも当たらない設計と、し、静粛性をセールスポイントの一つとした。初期の戦闘機は後部に、機重子を乗せて、敵機と並行して銃撃するか、プロペラに当たることを前提に、金属製のガードをつけて機種に搭載する、モラーヌ・ソルニエールなど、不完全なものであった。推進式であれば、機種に機銃を搭載してもプロペラに当たらないため、 敵機の後ろについて追撃することができた。これにより、本格的な格闘戦が可能な制空戦闘機が誕生した。離陸時の基地上げ動作では、地面とプロペラのクリアランスが少なくなるため、地面と接触しないような対策が必要となるが、など、それぞれデメリットがある。神殿では降着装置を長めに設計していたが、テストでの離陸滑走中、機地を上げすぎて、 プロペラ橋を地面に接触させる事故を起こしたため、側翼、主翼につけられた垂直尾翼の下部に車輪をつけている。検因式では、プロペラ交流が主翼に当たる部分で揚力が増すため、離陸時に滑走距離を短くできるが、推進式では主翼に交流が当たらないため恩恵はない。また尾翼に交流が当たらない設計では昇降だと、方向打の危機器は検因式より弱くなる。 単発機で胴体上部にプロペラを設置する場合は、プロペラ径を大きくできないが、プロペラ系を小さくすると推進力が落ちるため、プロペラ軸を上にずらし、ドライブベルトなどで駆動する、エンジンごとマスト状の構造物に乗せる、など高さを稼いだ設計もあるが、動力の伝達機構にはメンテナンスが必要となり、構造物は重量と空気抵抗が増加する。 主翼にエンジンを設置する場合には主翼をガル翼としてエンジンの位置を高くする設計があり、この形式を採用したは広告でアピールしていた。ただし、ガル翼で高くなるのは片側1箇所であり、総発機にしか使えない。動力装置が空冷式の場合、機体内部に設置すると冷却性能が落ちる。空冷エンジンを機体後部に搭載した新電は 胴体側面から空気を取り入れ、エンジン後方に設置したファンで空気を強制的に同方式を採用したが、試験飛行では全力を出していないにもかかわらず、エンジンの油音が上昇していた。液冷式を採用した XB-42 は試験飛行に成功している。翼面積が同じならば、抵抗は牽引式よりも少ないが、 プロペラ交流を主翼に当てられないためエンジン出力を上げて揚力を増加する操作ができない。運動性能が良好なことは、わずかな操作にも反応するなど安定性が失われ、安くなれないものには操縦しにくくなる。戦闘機のメリットであった機種に基銃を搭載できる利点は、1915年にはを搭載したフォッカー・アインデッカーが登場したことで失われた。 その後も、翼内機銃や、モーターカノンなどプロペラと干渉しない機構が、登場している。ジャイロフルーク SC01 やルータンロング EG は、機種足だけが格納できるようになっており、中期中はプロペラが地面と接触しないように、機種足を格納して、機体後部を上に向ける機能をのしている。小型機から大型機まで開発されたが、プロペラ機の主流とはならなかった。 単発の小型機としては、セスナ、パイパー、ビーチクラフト、シーラスなどの主要なメーカーでは採用されていない。ルータンロングイージーは、ホームビルト機として販売された。騒音が少ないため旅客機に向いているとされ、ピアジョ P180 アバンキー、ビーチクラフトスターシップなど、ターボプロップエンジンを採用したビジネス機が登場したが、1970年代には、 比較的小型ながら、ターボプロップより高出力で周囲への騒音が低い、ターボジェットエンジン、ドフ731や J85 など、が登場し、ビジネス機もジェット化が進んだため、プロペラ機自体は低調となり、商業的には成功しなかった。MU-2 では開発当初推進式プロペラが検討されたが、コストや重量面でメリットが少ないと判断され、 原因式が採用された。プロペラ配置は、機体後端ルータンロング EG ーーと、機体上部、リパブリック RC-3CB、試合マルケッチ海 N333 がある。機体上部に設置する場合、FN333 のように垂直尾翼を、プロペラの後部からずらした設計もある。機種にセンサーを搭載できるため、 小型の無人偵察機としては普及している。採用された機種には r 9 1プレデター、r 9 2 r 9 5 r 9 7 r 9 1 1 r 9 1 5 r 9 2 1スキャンイーグル、スペルウェールなどがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。